岡本喜堂作時代推理小説「半七捕物帳」朗読は鈴木新平です。第5話「お化け師匠」2月以来私は自分の仕事が忙しいので半七老人のうちへ小半年も無沙汰をしてしまった。 なんだか気になるので五月の末にぶさたのわびながら手紙を出すとすぐその返事が来て来月は氷川様のお祭りでこわめしでも宅くから遊びに来てくれとのことであった私も急に老人に会いたくなってそのお祭りの日に赤坂に出て行くと途中から霧のような雨が降ってきた。 あいにく少し降ってきました。梅雨前ですからね。と、半七郎人はうっとうしそうに空を見上げた。今年は本祭りだというのに困ったもんです。だがまあ、大したことはありますまいよ。約束のとおりに、こわめしやおにしめのごちそうが出た。酒も出た。わたしは、 遠慮なしに飲んで食って踊りの屋台のうわさなどをしていたが雨はだんだん強くなるばかりで家のばあやが慌てて軒ちょうちんや飾り花を引っ込めるようになってきた町内の屋台やしの音も沈んで聞こえた「こりゃいけないとうとう本降りになってきたこれじゃあ踊り屋台を見にも出られまいまあ今夜は ゆっくりお話しなさい。何かまた昔話でもしようじゃありませんか。と老人は食い荒らしの皿小鉢をばあやに片づけさせながら言った。踊り屋台の見物よりもこわめしのごちそうよりも私にとってはそれが何よりもうれしいのですぐにその緒についてまたいつもの話をしてくれと甘えるようにせがむと。 てがらばなしですかと老人はニヤニヤわらっていたがとうとうわたしにくどきおとされてやがてこんなことを言いいだした「あなたはヘビやマムシはきらいですか? <laughs>」いやだれもすきなものはありますまいがヘビときくとすぐにかおのいろをかえるようなひともありますからねそれほどきらいでなけりゃ 今夜はヘビの話をしましまょうよ。「あれは確か安政の大地震の前の年でした」「七月十日は浅草観音の四万六千日で半七は朝の薄暗いうちに山系に行った」「五重塔は湿っぽい暁のもやに包まれて鳩の群れも まだ豆を拾いには降りてこなかった。朝参りの人も少なかった。半七はゆっくり拝んで帰った。その帰り道に下屋の同じ道へ差し掛かると、刀屋の横丁に七八人の男が被災らしく立っていた。半七も商売柄でふと立ち止まってその横丁を覗くと、 弁慶島の浴衣を着た子作りの男がその群れを離れてバタバタかけてきた「親分どこへ。観音様へ朝参りに行ったちょうどいいとこでした今ここに変なことが持ち上がってねえ男は顔をしかめて小声で言った彼は下っぴきの源氏というお化粧であった この下っ引きというのは今でいう長者スパイのようなものですと半七郎人はここで宙を入れてくれたつまり手先の下を働く人間で表向きは魚屋とかお化粧とか何かしら商売を持っていてその商売の合間に何か種をあげてくるんですこれは 影の人間ですから決して取り物などには出ませんどこまでもかたぎのつもりで済ましているんですおかっぴきの下には手先がいる手先の下には下っ引きがいるそれがおたがいに糸を引いてうまくやっていくことになっているんですそれでなけりゃ罪人はなかなか上がりませんよ源氏は この近所に長く住んでいて下っぴきの仲間でも目端のきく方であった。それが変なことを言うので半吉も少し真面目になった。なんだ、何があった？人が死んだんです。お化け師匠が死んだんです。お化け師匠、こういう機会なあだのを取った本人は。 水木亀寿と呼ばれる踊りの師匠であった亀寿は自分の名誉を幼い時から娘分にもらってこれに芸をみっちり仕込んで亀代と名乗らせて自分の後を継がせるつもりであったがその亀代は去年の秋に十八歳で死んだ。 お化け師匠のあだ名はそれから生み出されたのであった亀樹は今年四十八だというが年に比べるとみずみずしいあか抜けのした女であった商売柄で若い時には随分浮いたうわさも聞こえたがこの十年以来はよく一方に凝り固まっているとかいうので 近所の評判はあまりよくなかった。姪を娘分にもらったのもゆくゆく自分の食い物にしようという下心から出たのである。はたから見るとむごたらしいほどに手厳しく仕込んだ。そういうふうに小さい時からあまり邪険に責められたせいか亀よはどうも病心であったが。 仕込みが厳しいだけに芸はよくできた器量もよかった十六の年から母の代芸子として弟子たちを教えていたが器量のよいのが唯一のおとりになって男弟子もだいぶ入り込むようになったしたがって亀樹の懐都合もだんだんよくなってきたが 欲の深い彼女はお定まりの月並みや墨線や畳線ぐらいでなかなか満足していられる女ではなかった彼女はこの若い美しい餌で大きな魚を釣り寄せようと企んでいたその魚は去年の春の潮に乗って寄ってきたそれは中国あたりの ある大名屋敷の留守居役で亀代をぜひ自分の持ち物にしたいという注文であった跡取りの娘であるからそちらへ差し上げるわけにはいかないと亀次はわざと焦らすように一旦断ると相手はいよいよ乗り出してきていわゆる囲いものとして毎月相当の手当をやる。 またそのほかに話がまとまり次第一種の支度金のような意味で当金百両出そうという条件までつけてきた金百両この時代においては莫大の金であるから亀次も二つ返事で承知したこれでお前も私も浮かみ上がれると彼女は顔を崩して亀湯に囁いた おっかさん、こればかりは勘にんしてください!と」と亀代は泣いて断った。何を言うにも自分は体がひ弱い。大勢の弟子をとって毎日毎晩踊り続けているのでさえもこのごろでは耐えられないぐらいであるのに、その上に旦那取りなどさせられてはとても我慢も辛抱もできない。 そんなないいいいししもをで別に暮らしに困るというわけでもない自分は倒れるまで働いてきっとおっかさんに不自由はさせまいかっこいいものの相談だけはどうぞ断ってくれと彼女は母にすがって頼んだもちろんこの訴えを素直に受けるような亀樹ではなかったが 平勢はおとなしい亀代もこの問題についてはあくまで強情を張って脅してもすかしてもどうしても特心しないので亀次ももてあましてただイライラしているうちにその夏の梅雨の頃から亀代の健康は衰えてもはや毎日の稽古にも耐えられないで三日に一度ぐらいは 枕に親しむようになったこっちの返事がいつまでも渋っているので旦那の方でもさすがに根負けがしたらしくいつとはなしにその相談も立ち消えになった巨大な魚は逃げてしまった亀治は歯ぎしりをして悔しがったせっかくの旦那を取り逃がしたのも亀代の わがまま強情からであると亀樹はむやみに彼女を憎んだ「倒れるまで働く」と言った亀うの言葉父を取って決してべんべんと寝そべっていることはならない「倒れるまで働いてくれと」と真っ青な顔をして寝ている亀うを無理に引きずり起こして朝から晩まで弟子たちの稽古を続けさせた。 もちろん医師にも見せてやろうともしなかった。おなかという若い自匹が亀代に同情してそっと飼い薬などしてやっていたがその年の土用の激しい初期がいよいよ亀代の弱った体を虐げて彼女はもう骸骨のように痩せ衰えてしまった。 それでも亀治は意地悪く稽古を休ませなかったので彼女はほとんど半死半生のおぼつかない足元で稽古台の上に毎日立ち続けていたお腹も腹の中ではハラハラとしていたが大師匠の怖い目に睨まれて彼女はどうすることもできなかったもう23日で 盆休みが来るという7月9日の昼過ぎに亀代はとうとう生も紺も尽き果てて山んを踊りながら舞台の上にがっくり倒れた。邪険な養母にさなまれ続けて若い美しい師匠は十八の初秋にこの世と別れを告げた。 その新盆のゆうべには白い切子道路の長い尾がふくともない冷たい風にゆらゆらとなびいてこの薄暗い明かりの陰に若い師匠のしょんぼりと迷っている姿をおなかはまざまざと見たと近所の者に震えながらささやいたうわさはそれからそれへと伝えられて 普段から亀樹を快く思っていない人たちは、さらに尾ひれを添えて、いろいろのことを言い出した。亀樹のうちでは、夜が吹けると、暗い稽古舞台の上で、誰ともなしにトントン足拍子を踏む音が、かすかに聞こえるという、薄気味の悪い噂が立った。亀樹のうちへは、 幽霊が出るということに決まってしまった。お化け師匠の恐ろしい名が町内に広まって、弟子たちもだんだんに寄りつかなくなった。おなかも暇をとって立ち去った。そのお化け師匠が今死んだのである。どうして死んだあいつ残ったから悪いものでも食って当たったのかと藩主は。 あざけるようにささやいたどうしてそんなんじゃありませんと源氏は少しおびえたように目を据えてささやいたお化け師匠は蛇に巻き殺されたんで蛇に巻き殺されたと半七も驚かされた女中の小村というのが今朝になって見つけ出したんですが師匠は黒い蛇に首を絞められて の中に死んんででいたんです。不思議じゃありませんか人の執念は恐ろしいもんだと近所の者ものをみんな震えてますよ源氏も薄気味悪そうに言った悲惨な死を遂げた亀代の魂が黒い蛇に乗り移って邪険な要望を絞め殺したのかと思われて半七もぞっとした お化け師匠が蛇に巻き殺されたどう考えてもそれは戦慄すべき出来事であった <music> まあ何しろ言ってみようじゃねえか。 七は先に立って横丁へ入ると源氏もなんだか落ち着かないような顔をして後からついてきた亀寿の家の前にはだんだんに人立ちが多くなっていたちょうど若い師匠の一周忌ですからねきっとこんなことになるだろうと思っていましたよ恐ろしいもんですね。 どの人も恐怖に満ちたような目を輝かしてひそひそとささやき合っていた。その中をかき分けて半七は源氏と裏口から師匠の家へ入ると雨戸もまだすっかり開け放してないので家の中は薄暗かった。蚊帳もそのままにつってあって次の間の四畳半には家主と下女のおむらが。 息を飲むように黙って座っていた半七は家主の顔を見知っているのですぐに声をかけた「親父主さんどうもとんだことができましたね」「ああ神田の親分でしたか棚内ちでとんでもないことが失態しまして万太郎に言いつけてさっそくお届けはしておきましたが」 まだご犬子がおりないのでうっかり手をつけることもできません。近所ではいろいろなことを言っているようですが死にざまもあろうに蛇にまき殺されたなんていったいどうしたもんでしょうか。何しろ困ったことができましたよ。と家主もその処置に困っているらしかった。ここらふだんから蛇の出るところですかと半七は聞いた。 お承知の通りこんなに人家が立て込んでいるところですからヘビもカエルもめったに出るようなことはありません。おまけにここの家は庭といったところで4坪ばかりでヘビなんぞ住んでいそうなはずはありませんしどこから入ってきたのか一向わかりません。まあ、それですから近所でまあいろいろなことを言うんですが。と家主の胸にも。 亀代の亡霊を描いているらしかった。蚊帳の中を見てよろしゅうございますかどうぞお改めください。半七の身分を知っている家主は意義なく承知した。半七は立って次の前へ行くとここは横六畳で隅の壁沿いに三尺の置き床があって。 釈様のびた軸がかかっていた。蚊やは六畳いっぱいにつられていて昨日今日はまだ残暑が強いせいであろう亀樹は布団の上に寝御座を敷いて薄い貝巻きは裾の方に押しやられてあった南向きに寝ている彼女は枕を横に外して 布団から少し乗り出したようになってあおむけに横たわっていたがその結び髪はかきむしられたようにおどろに乱れて額をしかめて唇をゆがめてしらっちゃけた舌を吐いて最後の苦問の跡がその死に顔にありありと刻まれていた根巻きは半分引きめくったように 肩から胸のあたりまであらわになって男かと思われるような小さいちぶさが薄赤く見えた「蛇はどうしました?と」と源氏も後から来てそっとのぞいた半七はかやをまくって入った「薄暗くていけねえ庭の雨戸を一枚あげてくれ」と半七は言った 源氏が立って南向きの雨戸を開けるともう6つ午前6時すぎの朝の光は庭から一度にさっと流れ込んでまだ新しい茅の波を真っ青に照らした死んだ女の顔はいよいよ青く映ってものすごく見えたその青ざめたあごの下に黒くなめらかに光る 鱗のようなものが見えたので、蚊帳の外から気味悪そうにのぞいていた源氏は、思わず顔を後へ引いた。半七は少しかがんでよく見ると、黒い蛇はあまり大きくなかった。ようよう一尺ぐらいのものらしく、その尾は女の首筋にゆるく巻きついて、その平たい首は、 布団の上に死んだようにぐたりと垂れていた。生きているのかしらと、半七は指の先で軽くその頭をはじいてみると、蛇はヌーっと鎌首を長く上げた。それを見て少し考えていた半七は、懐から花紙の畳んだのを出して、その頭をまた軽く押さえると、蛇は ものに恐れるように首をすくませて布団の上へおとなしく首を垂れてしまった。かやを抜け出してきて半七は縁先の帳図鉢で手を洗って元の四畳半へ戻った。わかりましたかと家主は待ちかねたように聞いた。さあまだ何とも申されませんね。いずれ ご犬種が見えたらはまたおかかりのお考えもありましょう。私はひとまずこれでおいとまをいたします。とりとめた返事を受け取らないで、少し失望したらしい家主の顔を後に残して、半七は早々にここを出ると、源氏も続いて表へ出た。親分、どうでしたあの女中はまだ若いようだな。 十七八かと半七は出し抜けに聞いた。十七だということです。だがあいつがまさかやったんじゃありますまい。うん。と半七は考えていた。だが何とも言えねえ。おめえだから言って聞かせるが、師匠は蛇が殺したんじゃねえ。人間が締め殺しておいて、 後から蛇を巻きつけたにそういね。おめえもそのつもりであの女中はもちろんのこと他の出入りの者にもよく気をつけろじゃあ死んだ者の,の執念じゃありませんかねと源氏はまだ疑うような目をしていた死んだ者の,の執念もかかっているかもしれねえが生きた者の,の執念もかかっているにそういねえ俺はこれから ちっと心当たりをついてくるからおめえも除罪なくやってくれそこでどうだろうあの師匠はちっとは金を持っていたらしいかあの欲張りですからね小金をためていたでしょうよ男でもあった様子はねえかこのごろはよく一方のようでしたねそうかじゃ何しろ頼むよ 言いかけて、ふと見返ると、る家の前に立ってこわごわとのぞいている大勢の群れから少し離れて一人の若い男がこっちの話に聞き耳を立てているらしく時々に盗むような目をして二人の顔色をうかがっているのが半七の目についた「おいあの男んだおめえ知らねえか?」と半七は小声で源氏に聞いた。 あれは町内の教授屋のせがれでさぼろというんです。師匠の家へ出入りすることはねえか。去年までは毎晩稽古に行っていたんですが若い師匠が死んでからちっとも足踏みをしねえようです。あいつばかりじゃねえ。若い師匠いなくなってから大抵の男の弟子はみんな散ってしまったようですよ。厳禁なもんですね師匠の寺はどこだ 徳へ寺寺前の妙心です。去年の弔の時に足も町内の付き合いで行ってやったからよく知ってます。うーん妙心寺か。源氏に別れて半七はおなり道の大通りへ一旦出て行ったがまた何か思いついて急に引っかいして光徳寺前へ足を向けた。土曜が明けて。 まだ間もない秋の朝日はキラキラと大土分の水に映って大きい麦わらトンボが半七の鼻先をかすめて低い練り塀の中へ流れるようについと飛び込んだその練り塀の寺が妙心寺であった門をくぐると左側に花屋があった盆前で山形が多いと見えて 花屋の小さい店先には足も踏み立てられないほどにしきみの葉が青く積まれてあった。もしこんにちは。店口から声をかけるとしきみに埋まっているようなおばあさんがかがんだ腰を伸ばして目をしょぼしょぼさせながら振り向いた。おやいらっしゃい。ご参拝でございますか。 当年は残暑が厳しいので困りますその仕組みを少しくださいあの踊りの師匠の亀尾さんのお墓はどこですね入りもしない花を買って藩主は亀尾の墓の割りかを教えてもらったそうしてその墓には始終お参りがあるかと聞いた そうでございますね。最初の頃はお弟子さんがちょいちょいと見えました。けれど、この頃ではあんまり御三家もないようです。毎月5。命日に欠かさず、拝みにおいでなさるのは、あの教授屋の息子さんばかりで。教授屋の息子さんは毎月来るかね？はい、お若いのにご奇特なお方で。 昨日もお前にに見えました。手桶に水と敷水糖を入れて半七は墓場へ行った墓は先祖代々の小さい石灯で日蓮宗の亀代は火葬でここに埋められているのであった隣の古い墓との間には大きい楓が枝をかざして 秋の蝉が,かれがれに鳴いいていた。墓の前の花立てには教似屋の息子が涙をふりかけたらしい奇境とお見ない人が新しく生けてあった半七も花と水を備えて拝んだ拝んでいるうちに何かがガサガサという音が響いたので思わず後ろを見返ると小さい蛇が。 何か追うように秋草の間をちょろちょろと走っていった。こいつを持っていったかなと半七は少し迷ったように蛇の行方を見つめていたが「いやそうじゃあるまい」とまたすぐ打ち消した。元の花へ帰ってきて「死んだ師匠は生きているうち墓参りに時々来たことがあるかと。 亀代は若いに似合わない奇特な人で墓参りには度々来たたまには教授屋の息子とも一緒に来たことがあったと彼女は語ったこれらの話を寄せ集めて考えると悲しい終わりを告げた若い師匠とその墓へ泣きに来る若い教授屋との間には何か 糸がつながっているらしく思われたどうもお邪魔をしました藩七は銭を置いて寺を出た寺を出て上野の方へ引っ返すと藩七は 一人の背の高い男に出会った。それは、松吉という手先で、あだ名をひょろ松と呼ばれる男であった。おい、松、いいところで見つけた。実は、これからおめえのうちへ寄ろうかと思っていたんだ。なんす何かお泳いすかおめえ、まだ知らねえのかお化け師匠の死んだの。知りません。と、 松吉はびっくりしたような顔をしていた。へえ、あの師匠、死にましたかいぼんやりするなよ。目と鼻との間に巣を食っていながら。と、半七は叱るように言った。もう少し身にしみて御用を務めねえじゃいけねえぜ。半七からお化け師匠の死を聞かされて、松吉は目を丸くしていた。へえ、そうですかい。 悪いことはできねえもんだねお化け師匠はとうとう取り殺されたんですよ。まあどうでもいいから俺の言うこと聞いてくれ。おめえ、これから手を回して、この近所で知竜様のお札売りの泊まっているところを探してくれ。暴露町じゃあるめえ。万年町あたりだろうと思うが、まあ急いで見つけてきてくれ。別に難しいことじゃあるめえ。えどうにか。 こじつけてみましょう。しっかり頼むぜ助裁はあるめえがおふだおりがいくにんいてそれがどんなやつだかよく洗ってこなきゃいけねえぜよし受けあしたひょろたかい男の後ろ姿が山下の方へ遠くなるのを見送って半七は神田の家に帰ったその日は一日暑かった 日が暮れると、源氏がこっそり訪ねてきて、お化け師匠の剣士は今朝済んだが、人が殺したか、蛇が殺したかは、確かに決まらないらしかったと話した。普段から評判の良くない師匠だけに、所詮は蛇にたたられたということに決められてしまって、後の面倒な戦議はないらしいと言った。半七はただ笑って聞いていた。 師匠の弔いつだ明日の明けむつ藩だそうです。別にこれという親類もないようですから家主や近所の者が寄り集まって何とか始末をするでしょうよ。と源氏は言った。松吉の方からはその晩何の頼りもなかった。明くる朝 半七は師匠の弔いの様子を伺いながら妙神寺へ出かけて行くと師匠の意外は顔で送られて町内の者や弟子たちが三四十人ほどもついてきたその中には源氏が嫌に目を光らせているのも見えた教寺屋の息子の八三郎が青い顔をしているのも見えた 女中の小村の小さい姿も見えた半七は知らん顔をして隅に行儀よく座っていた度胸が終わって意外はさらに焼き場へ送っていかれた回想者が思い思いに退散するうちに半七はわざと遅れて座を立ったそうして帰り際に 墓場の方へそっと回ってみると一人の男が昨日の墓の前に拝んでいるそれは教似屋の息子にそういないので半七は草履の足音を盗んでその後ろの大きい石塔の影まで忍んでいって耳を澄まして伺っていたが八三郎は何にも言わずにただ一心に拝んでいた。 やがて拝んでしまって一足行きかけた時に後ろの石塔の陰から顔を突き出した半七と彼は初めて目を見合わせた八三郎は少し慌てたようなふうで急いでここを立ち去ろうとするのを半七は小声で呼び止めた「へえ何ぞ御用で」 ヤサボロはなんだかおどおどしながら立ち止まった少しお前さんに聞きたいことがあるまあここへ来ておくなさい半ちは彼を師匠の墓の前へ連れ戻して二人は草の上にしゃがんだけさは薄く曇っているのでまだ乾かない草のつゆが二人のおりの裏にひやびやとしみた お前さんごき得に毎月この墓へお参りに来なさるそうですね。と半七はまず何気なしに言った。へえ若い師匠のところへはちっとばかり稽古に行ったもんですから。と八三郎は丁寧に答えた。彼は昨日の朝以来半七の身分を大抵察しているらしかった。そこでくどいことは言わねえ。 手短に話を片づけるがおめさん死んだ若い師匠とどうかしていたんだろうねやさぼろうのかぼいろはかわった彼はだまってうつむいてひざの下の青い葉をむしっていたねえ正直に言ってもらおうじゃねえかおめさんが若い師匠とどうかしていたところが師匠はあんなみじめな死にざまをした ちょうどその一周期に大師匠がまたこんなことになった。まあ因縁といえば不思議な因縁だが、ただ不思議だとばかり言っちゃいられねえ。若い師匠の仇を取るために、お前さんが大師匠をどうかしたんじゃねえかと世間でもっぱら評判をしている。それが神の耳にも入っている。とんでもねえこと私はどうしてそんなと。 八三郎は唇を震わせながら慌てて打ち消そうとした。いやお前さんがしたんでねえことは私は知っている。私は神田の半七という御用聞きだ。世間の評判を当てにして罪とかもねえものをむやみにどうするのこうするのとそんな無慈悲なことはしたくねえ。その代わりに何もかも正直に言ってくれなきゃ困る。いいかい かかったかね。そこで今の一件だがおめさんまったく若い師匠とどうかしていたんだろうねえうそを言っちゃいけねえこの墓の中には若い師匠が入ってるんだぜその前で嘘をつかれた義理じゃあるめえ」と半七は墓をさして脅すように言った花たての花も 今日はもうしおれて、気境も御いしも乾いた葉を垂れていた。ぶ三郎はじっとそれを見つめているうちに、彼のまつげはいつかぶるんできた。親分、何もかも正直に申し上げます。実は、おととしの夏ごろから、師匠のところへ毎晩稽古に行くうちに、若い師匠と、 けれども親分正直のところ一度も悪いことをした覚えはありません師匠はあの通りの病心ですし私もこの通り気の弱い方ですから大師匠の目を忍んでただまあ打ち解けて話をするぐらいのことでそれでもたった一度去年の春でした若い師匠と一緒にここに りりに来たた。ことがありましたその時に師匠は「どうしても家にいられないことがあるからどこへか連れて行ってくれ」と言うんです。今思えばいっそその時に思い切ってどうかすればよかったんですが私も二親はあり弟や妹はありそれを売っちゃって家け落ちをするわけにもいかないのでともかくも 師匠をなだめて無事に返したんですがそれから間もなく師匠はどっと寝つくようになってとうとうあんなことになってしまいましたそれを考えると私はなんだか師匠を見殺しにしたようで開けても暮れても気がとがめてなりませんから毎月その詫びながら墓参りには欠かさず来るようにしています ただそれだけのことで今度の大師匠のことには何にも関わり合いはありません大師匠が蛇に殺されたと聞いた時には私は思わずぞっとしました何しろそれがちょうど若い師匠の一周忌というんですから半七が想像したとおり若い師匠と若い教授屋との間には こうした悲しい恋物語が潜んでいたのであった。彼の懺悔に偽りのないことは若い男の目から幾じなく流れる涙の色を見てもうなずかれた。若い師匠が死んでからお前さんもう師匠のうちへはちっとも出入りをしなかったかねへえと、 やさぶろうは口ごもるように言った。隠しちゃいけねえ。大事な場合だ。え本当に出入りをしなかったのかそれが実におかしいんです。どうおかしいんだまっすぐに言い,いねえ。半七ににらまれて、やさぶろうは何かしきりにもじもじしていたが。 ととうとう思い切ってこんなことを白状した若い師匠が死んでひと月ばかりたつと亀樹が教授あの店へぶらりと来て店に仕事をしているぶ三郎を表へ呼び出した「娘の35日の配り物や何かについて少し相談したいことがあるから今夜ちょいとうちへ来てくれ」というのであった。 その晩出て行くと、配り物の話はつけたりで、師匠は八三郎に向かって、自分の家の婿になってくれないかと突然言い出した。頼りにしていた娘に別れて、何分寂しくてならないから、お前さんを見込んで頼む、どうぞ養子になってくれと言った。思いもつかない話でもあり、かつは、 自分は総領の跡取りであるので八三郎は無論に断って帰ったしかし師匠の方でなかなか諦めないらしくその後も執念深くつきまとってきて何かと名をつけて無理に彼を呼び出そうとした一度は途中で捕まっていやおうなしに湯島あたりのある茶屋に引っ張っていかれた やさぶろうは酒を強いられた。かめじもだんだんに酔いが回ってきて、むこになれというのか、亭主になれというのか、わけのわからないようなことをなまめかしいそぶりで言い出したので、気の小さいやさぶろうはふえるほどに驚いて、一生懸命にふりきって逃げて帰った。その茶屋へ引っ張られていったのはいつごろだね。と、 半七は笑いながら聞いた。今年の正月です。それから3月にも浅草で出っこはして、無理にどっかへ引っ張られようとしたのを、それもようよう振り切って逃げました。それから5月の末でしたろう。日が暮れてから近所の湯へ行くと、その帰りに私が男湯から出ると、師匠もちょうど。 女るから出るそこでばったりまた出会ったんですすると相談があるからぜひ寄ってくれと言うんで今度は逃げることもできないでとうとう師匠のうちまで一緒に行きました格子をがらりと開けて入ると長火鉢の前に一人の男が座っているんです師匠よりは七八つも若い四十ぐらいの 色の浅黒いのでしたその男の顔を見ると師匠はひどくびっくりしたようにしばらくだまってつったっていました。何しろ客の来ているのは私にとってもっけの幸いでそれをしおに早々に帰ってきました。うーんそんなことがあったのかと半七は腹の中でにっこり笑った。 一体その男は何者だかお前さんちっとも知らねえか知りません。女中のおムラの話によると何でも師匠と喧嘩をして帰ったそうです。その以上のことは矢三郎も全く知らないらしいので半七もここで切り上げて彼と別れた。今日のことは誰にも当分さたなしにしておいてくんねえよ。 寺の門を出ると、半主は松木市にあった。親分の家へ今行ったら、ここの寺へ来てるというから、すぐに引っ返してきました。昨日もあれから万年町の方をすっかり漁ってみたが、どこにもそんなお札売りらしい奴は泊まっていねえんです。それからそれと探し歩いて、ようよう今朝になって、本所の安泊まりに一人いるのを見つけたんですが、どうしましょう。 いいくつつぐらいのやつだ。さあ二十七八でしょうかね宿の亭主の話じゃ四五日前から暑さにあたって商売にも出ずにゴロゴロしているそうです八三郎から聞いた男とは年頃もまるで違っているので半七は失望したことに四五日前から宿に寝ているというのではどうにもせんぎのしようがなかった そいつ一人きりかほかにつれはねえかもう一人いるそうですがそいつはけさ早くから山手の方に商売に出たそうです何でもそいつは四十ぐらいで半分きかないうちに半七は手を打ったよし俺もあとから行くからおめえ先行ってそいつの帰るの待っていろ松吉を先にやって 藩主はまた亀寿のうちへ急いで行くと下女のおむらは近所の人たちと一緒に焼き場へ回ったというのでうちには知らない女が2人座っていた亀寿とけんかをして帰ったという男についておむらから詳しいことを聞き出そうと思って半七はしばらくそこに待っていたがおむらはなかなか帰ってこなかった 待ちくたびれて源氏のうちへ行くとこれも弔いの帰りにどこへか回ったと見えてまだ帰ってこないと女房が気の毒そうに言った女房を相手に二つ三つ世間話をしているうちにやがて上野の鐘が四つ午前十時をついたお札よりも山の手へ登ったんじゃどうせ 昼過ぎでなければ帰み。半七はその間に二三軒用足をしてこようと思って早々に源氏の家を出たそれから駆け足で二三軒回って途中で昼飯を食って御前屋菓子の私に来たのは八つ午後二時少し前であったここで本所へ渡る船を待っていると 一足遅れてこの私へ来たのは、菅さをかぶった四十格好の色の黒い男で、鉄鋼脚藩のわらじがけ、首に小さい箱をかけていた。それが知流のお札売りであることは、半七にもすぐに悟られたので、ものに慣れている彼も思わず胸を躍らせた。 松吉からさっき聞いたのはこいつにそういない。年頃も八ろ郎から聞いた男に符合している。しかし確かな証拠もないのに突然に御用の声をかけるわけにもいかない。ともかくも宿へ帰るのを突き止めた上でなんとか煎儀のしようもあろうと思って半七は何気ない封をして時々に。 かさの,のうちに注意の目を送っているとおふだぶりの男もそれと悟ったらしくこっちの目を避けるようにわざと柳の下に隠れて胸を少し広げて扇を使っていた薄くかげった空は昼から少しずつはげてきて駒形堂の屋根も明るくなったそよりとも風のない日で 秋の暑さは大川の水にも残っているらしく向こう岸からこぎ戻してくる渡し船にも白い扇や手ぬぐいが乗り合いの額にかざされて女の子の絵日傘が赤い影を船端の波にゆらゆらと浮かべていたその一群れがこっちの岸へ着いてぞろぞろ上がってゆくのを待ちかねたように オフだおりは入れ替わっって乗った。半七も続いて飛び乗った「おーい出るよー!」。船頭は大きい声で呼ぶと子供の手を引いたおかみさんや寺参りらしいおばあさんや中間の砂糖袋を下げた小僧や五六人の男女が遅ればせに どやどやとかけつけてきてゆれるそなべりからだんだんにのりこんだやがてこぎだしたときにおふだりはとものほうにのりこんだひとりのおとこをきゅうにみつけだしたらしくほかののりあいをかきわけてかれのむならをつかんだやいこぬどろぼうよくもおれがだいじのしょうばいどうをぬすみやったなおれちりゅうさまのばちがあたるぞ 泥棒と人なかでののしられた男もやはり四十前後の男で根治のやぶなひとえのを着ていた彼はほかの乗り合いの手前おとなしく黙っていられなかった何泥棒とんでもねえこと言うな俺は何盗んだい知らばっくれるな俺はちゃんとてめえの面を覚えてるんだいけずうずしい野郎だどうするか見てやがれおふだりは 相手の胸ぐらをつかんだままで力任せにいくたびかこ突き回した。男もその手をつかんでねじはなそうとした。小さい船は揺れ傾いて、女や子どもは泣きだした。船の中でけんかしちゃいけねえけんかなら、岸へついてからにしておくんなせい船頭は叱るように制した。ほかの乗り合いの客も口ちになだめたので、 おふだうりはよんどころなしに手を緩めた。しかしまだそのままに済ませそうもない険しい顔色で相手をきっとにらみつめていた。船が本所の貸しへ着くと半七はまずひらりと飛び上がった。続いてかの男が上がってきた。その後を追うようにおふだうりも上がってきて再び彼の袖をつかもうとするのを。 男は慌てて振り切って逃げ出そうとしたが、その片腕はもう半七に抑さえられていた。お前さん、何するんですと、男は振り離そうと身をもがいた。神にしにろ、こはだ。半七の声は鋭く響いた。男は不意に魂を抜き取られたように、ただ棒立ちに突っ立ったままであった。勢い込んでおおうとしたお札よりも思わず立ちくんでしまった。 お前、こいつに何を取られた黒い蛇だろうと半七はお札売りに聞いた。はい、最後でございます。こいつと一緒に番屋まで来てくれ。二人を引っ張って、半七は近所の地震盤へ行った。アサリの殻を店の前の泥に敷いていた地震盤の親父は、抱えていたザルを放り出して、 ちらをうへいれた。おい素直に何もかも言っちめえと半七はかの男をにらむように見た。てめえはおなりみちの横丁のお化け師匠の色か亭主か何しろ久しぶりで訪ねていくと師匠は若え男なんぞを引っ張って帰ってきててめえに会ってもいい顔をしねえ。あんまり不実だとか白状だとか言うんで。 てめえは師匠とやきもちげんかをしたろう。それがもとでとうとう師匠を殺す気になって、ここにいるお札売りの箱から蛇を一匹盗んで、狂言の種に使ったろう。てめえもなかなか芝生っ気がある。お化け師匠と札付きになっているのにつけ込んで、師匠をそっと絞め殺して、その蛇を死骸の首へ巻きつけておいて、娘の執念だとか、たたりだとか、 飛んだ林家正蔵の階段でうまく世間をごまかそうとしたんだろう。それで世の中が無事息災で通っていかれりゃ、やむようにブラジョーチンはいらねえ理屈だが、どうもそうばかりはいかねえ。さあ、おそれいって、まっすぐに何でも吐き出しちまええ落ち着いてるな。ヤニをなめさせられたヘビのように往生際は悪いと。 もう、お慈悲をかけちゃいらねえ。さあ、申し立てろ江戸中の木肌を一度にしゃぶらせられたわけでもあるめえし、口のきかれねえはずはねえ。飯を食う時のように大きい口を開いていや野郎、分かった悪く片付けてやると引っ張ってくぞ今と違って、 昔の番屋の調べはみんなこんな調子でしたよ。と半七老人は言った。町奉行は格別番屋で調べるときにはおかっぴきや手提げばかりでなく、八丁堀のお役人衆もみんなこの域で頭からポンポンやつけるんです。芝居や公爵のようなもんじゃありませんよ。ぐずぐずしていると全くひっぱたくんですよ。 「それでその男は白状したんですか?」と私は聞いた。煙に巻かれてみんなベラベラ帽子立てましたよ。そいつはもとは上野の山内の坊主で亀樹よりも年下なんですけれども女にうまく丸め込まれてとうとう寺を開いてしまって十年ほど前から甲州の方へ行って元族していたんですが。 ふるさと忘れがたしで江戸が恋しくなって今度久しぶりで出てきて早速亀司のところへ訪ねていくと女は白状だから見向きもしない。おまけで教授屋の生分けえせがれなんぞを引っ張ってきたのを見たもんだから坊主はむやみに悔しくなってなんとかして石返しをしてやろうと。 そこらの安宿を転げ歩きながら足かけ二か月越しもつけねらっているうちに亀寿の娘が去年死んでそれからお化け師匠の評判が立っているのを聞き込んで根が坊主だけに狩猟のたたりなんていうことを考えついてとうとう師匠を締め殺してしまったんですよ。 ヘビを種に使ったところはうまく考えましたね。そのヘビはおフダオリのを盗んだんですか？本所の安宿にこだまっていると、ちょうどそこへ治療のオフダオリが泊まり合わせたもんだから、それからふと思いついてそのヘビを一匹盗んだんです。そこでヘビを見なかったら。 そんな知恵も出なかったかもしれませんが師匠も坊主もつまりお互いの不運ですね。時効は盆前娘の一周忌とうまく道具がそろっているもんだから夜更けに水口からそっと忍び込んで師匠を殺す蛇を巻きつけるすべておあつらえの通りの階段が出来上がったんです。 私は最初に女中のおむらというのに目をつけていたんですがこれはよく寝込んでいて全く何にも知らなかったということがあとで分かりました。それにしてもあなたはどうして知ュのお札売りに手をつけようと考えついたんですああなるほど今どきの人にはわからないかもしれませんね 昔は毎年夏場になるとまむしよけヘビよけのお札売りというものがどこからか出てくるんです。有名な知竜様のほかにいろいろのまがいものがあってその札売りはヘビを入れた箱を首にかけて人の見る前でそのお札でヘビの頭をなでるとヘビは小さくなって首を縮めてしまうんです。 本当の知竜様はそんなことはありませんが、まがいものになるとふだんから蛇をならしておく。なんでもおふだにはりをさしておいて、蛇のあたまをちょいちょいとつくと、蛇はいたいからくびをちめる。それがしぜんのくせになって、かみでなでられるとすぐにくびをひっこめるようになる。その蛇をはこにいれてもちあるいて。 さあ、ごらんなさいお札の既読はこのとおりでございますと生きたヘビを証拠にしてお札を売って歩くんだということです。私がお化け師匠の首に巻きついているヘビを見た時になんだかひどく弱っている様子がどうも普通のヘビらしくないのでふっとそのヘビよけのまがいものを思い出して。 試しに返しでちょいと抑えると、蛇はすぐに首を縮めてしまいましたから。さては、いよいよ御札売りの持っている蛇に相違ないと見極めをつけて、それからだんだんにたぐっていくうちに相手にうまくぶつかったんです。え、その坊主ですか？それはむろん資材になりました。 おふだりはどうなりました。知竜様の名前を語ってそんないかものを売っているんですから、まあ、今なら相当の罰を受けるでしょうが昔は別にどうということもありませんでしたつまりだまされる方が悪いというような理屈なんですねそれでもやっぱり気がとがめると見えて おふだおりはわたくしにかさのうちをのぞかれてなんだかおちつかないようなふうでとのいていたんでしょう。ちり様うさまばかりでなくむかしはこんなまがいものがたくさんありましたよ。いったいそのちり様うさまというのはどこにあるんです東海道の山州です。までもごし人の人がありましょうおや 雨がやんだとみえて表がきゅうににぎやかになってきました。えー、どうですせっかくおいでなすったんですからともかくもひとまわりして軒じょうちんに火の入ったところを見てこようじゃありませんか。お祭りはどうしても夜のものですよ。老人に案内されて私は町内の飾り物などを見て歩いた。 その晩うちへ帰って東海道名所図絵を喰ってみると三州知流の宿の下りに知流の神社のことが詳しく記されて「マムシヘビよけの守りは別当処置院社人よりこれを言い出す遠近これを信じて授かる者大し」。 夏秋のころ山中草林にこれをかいちゅうすればまムしヘビにげさるといううんぬん」とかいて